はい、皆さんどうも、Kです。今回はですね、この大絶景からお送りしようと思います。またね、コメントをいただきまして、それちょっとねメモってきたんで読んでみますね。Kさんこんにちは、いつも楽しく拝見していますと。ありがとうございます。昭和ジギングでのリール番手に関しての質問ですと。自分は現在バスオンリーで、釣りをしています。今朝の動画を見て昭和ジギングにチャレンジしてみたくなりました。そこでリールを悩んでおりますと。リールはステラ SW にしようと思うのですが、番手を6000か8000か、自重が大きく違うので悩んでおりますと。 Kさんは6000を使用しておられますが、これですね、6000の HG、やはり磯からでかい青物を狙う場合6000だと物足りないのでしょうかと。でまたロッドのおすすめもありましたら教えていただけると嬉しいですと。エリアは関西なので K さんと似たような境遇です、よろしくお願いしますということをいただいてます。でですね、3つございます。まず1点目がですね、今磯からでかい青物って書いてたんですけど、いきなり磯行くのは、まあ、お前が言うなよって話かもしれないですけど、やめておいた方がいいですね。状況によっては非常に危険なことがございますね。で、特にやっぱり、まあ、バスをどれぐらいやってるかにもよるとは思うんですよね。釣り場で起こり得るこの危険の察知能力、それがどれぐらい優れてるかっていう話なんですけど、にしてもやっぱり、バスのフィールドとこの海、特にこの磯場は全然違うんで、予測できないこともあると思うんですよね。でそうなった場合、簡単に命を落とす可能性があるの で、あとね、やっぱ装備もがっちりしていかないといけないし、ちょっとハードル高いんじゃないかなと。まあすでにね、昭和ジギングやってるんであればあれですけど、あれ今出た、違うか、ちょっといきなりはきついかなっていうことで、僕は堤防からをおすすめしたいなと思います。で僕も実際堤防からやりましたし、で今はまあ磯でやってるんですけど、堤防からがおすすめ、まずはね。それでまあ波の具合とかね、あ、このぐらいの波高であればこんぐらいまで来るんだなとか、あー、なんかこういう風向きならこうなるんだなとか、そういうのをまあある程度ね、堤防からでも見れるんで、見るといいんじゃないかな。で堤防でも十分青物を釣れるんでね、と思います。で次に、まあ、6000から8000のどっちかっていう話なんですけど、これもね、僕は8000はちょっとやめといた方がいいかなと思います。理由としては、確かにでかい青物を狙うんであれば太いラインが負けてパワーもある8000っていうのは当然理にかなってるんですけども、書いていただいてる通り結構自重が重いんですよ。6000ですらバスのタックルに比べるともう全然違うので、やっぱバスのタックルって最近軽く作られてるんで、全然使用感が変わってまいります。ロッドも普通に余裕の 300g オーバーなんで、でリールがね400、500、600とかそのぐらいになってくるんで、それをずっとやり通すってなると、まずね、青物が来るとか以前に僕は心が折れる可能性もあるなと思っておりまして、昭和ジギングって本当に釣れてるね動画が多いと思うんですけど、実際はまあまあ修行のような釣りなので、個人的にはちょっと少しでも負担を軽くする、6000番でもいいかなと。でなんなら堤防であれば、C5000 に、2号巻いておけば、まあ、超混雑堤防とかでなければ大丈夫かなって気もするし、なので個人的には6000の方がおすすめです。まああとね、もう一個6000番っていう理由があって、最後ね、エリアが関西だと、だから僕と似たような境遇だということを書いていただいてるんですけども、僕結構ねいろんな磯回ってるんですよ。でまあまあポテンシャルの高い磯とかも行ってるんですけど、やっぱそうそうでかい青物ってかかるもんでもないし、
多分一番強烈だったのが76のタマンなんですよね。でどうだろうな、まあ、8000あるに越したことはないけど、まあ、ぶっちゃけ僕は今この6000で十分こと足りるなって感じです。あの実際この辺りでやるんであれば、特にね、あの黒潮の影響を受けるエリアとかもあって、でかい青物が回ってくる可能性は十二分にあるんですけど、今ちょっとね黒潮も大蛇行してるし、まあ、微妙に定まらないし、あんまりねその地元の人に聞いてももう化け物みたいなやつは聞かないですよね。まあ、とりあえずこれでいいかなって気もするんですよね、今6000でね。そういう理由もあって、僕的には6000がおすすめかな。まずあのいきなり昭和ジギング始めるのに8000買うと心が折れる可能性があるっていうのと、やっぱ投げ続ける釣りなんで、あのそっちがあのちゃんと貫徹できるように一日中、まずはそこをメンタル面も含めて鍛える必要があるということですね。本当にあの釣れてる動画の裏にはねとんでもない苦労があるはずなんで、よっぽどパラダイスな場所じゃなければ。でもう一個は同じね、関西でやられるということで、まあその関西エリアでずっとやってる僕がとりあえずまあ6000で大丈夫かなっていう状況になっていると、まあ、それ含めて僕は6000おすすめしたいなと思います。まあ6000の HG、まあ、僕と同番手ですね。であと一個3つ目ですね、ロッドもおすすめありましたらぜひっていうことなんですけど、僕はねワールドシャーラの21055っていうモデルを使ってるんですけども、これシモノのフォルトスナイパーでいうところの多分 MH ぐらいなんですよ、多分ね表記的にも。でそれ考えると、でまず最初堤防から始めるっていうことも含めて MH でいいんじゃないかな。さっきも言ったように H になるとやっぱ結構ごつくなると思うんで、心が折れるっていう可能性も出てくるんで、僕は MH がいいかなと思います。MH クラスのロッドにステラの SW の6000とで PE35 とかに、僕今これ PE3 です、リーダーが50、60その辺をメインにしてもらうと、まあ、堤防はもちろん全然いけますし、移送場にね、ステップアップしていったとしてもある程度このエリアであれば戦える感じかなと思います。でロッドに関してね、糸は大丈夫でしたけど、76のタマン釣った時はまあまあこのワールドサーラーの、まあ、MH クラスですよね、結構限界値かなっていう気がしました。もう本当にバットまで仕事をちゃんとして、でもなおもう少しなんか余裕もって残ってるといいなと、このバットがね、こんな感じがしたんで、もうちょうどいいか、もうちょいパワー欲しいぐらいの感じでしたね、はい。ただ繰り返しますが、そんな簡単にかかるもんではないんで、初めてあの昭和ジギングやるということであれば、まずは耐えると、あの昭和ジギング耐えるというか、ある程度重いタックルを1日振り抜けるような状況にしておいて、あ、昭和ジギングってこんな感じなんやと、関西のそれを把握した上で、あのロッドなりタックルなりをさらに強くしていくといいんじゃないかなと、うん、まあ、遠回りになるかもしれないですけど、まあ、初めのワンセットとしては間違いないですね、はい。というわけで、ぜひ、まあ、まずは堤防からね始めていただけるといいんじゃないかなと。でこれから秋なのでめちゃくちゃいいシーズンに入ってくるんで、特になんか意識しなくてもバーンって釣れる可能性も十分にあるんでね、一緒に昭和ジギング楽しみましょう。全然釣れんぞおい。